水質日本一といわれる仁淀川です。この沈下橋は片岡沈下橋と呼ばれ、河口からおよそ35km 遡った高知県越知町片岡地区にあります。仁淀川は全国的に知られる川ですが、今回は川ではなく片岡地区の山の上にある集落へ行ってみます。ここは高知県越知町です。そしてここが片岡地区の谷の内という集落です。現在いるのは麓の県道18号の路上です。県道18号を伊野町方面へ進みます。ここを左折します。この道をひたすら山の上に向かって上がっていきます。道なりに行けばいいので迷うことはないようですが、大変狭い道です。谷内川という谷があって、谷沿いに上がっていきます。谷を右岸に渡りました。ここを左に上がると貝添えという小集落があるようです。今回は貝添え集落はスルーします。今度は谷を左岸に渡ります。どうやらこの車道は右に左にと谷内川を渡りながらよじ登っていく感じです。車道ができる前には谷沿いに歩く道があって、その道を上り下りしたのかもしれません。山の稜線が見えてきました。
前方に民家が見えています。早くも谷の内集落に着いたのでしょうか。なんだか寂しげな雰囲気ですが、ここは谷の内集落の手前にある谷屋敷という集落のようです。それではここで一休みしながら散策してみましょう。石垣のもとを進んで曲がり込んでいくようです。曲がり込むと何があるのでしょうか。そこにあったのは期待以上の屋敷でした。まるで武家屋敷のような家ですが、普通に民家なのでしょうか。ここは谷屋敷という地名ですが、この屋敷が地名に関係するのかもしれません。廃屋とは、家が大きくて立派なほどわびしさを感じさせるものです。見てはいけないものを見たような、そんな気持ちにさせるのはなぜでしょうか。さて、また進んでいきましょう。すぐのところに民家があります。ここも谷屋敷でしょうか。一軒の民家があって、生姜畑があって、今収穫中のようです。誰も人はいませんが、作業を中断して昼ごはんといったところでしょうか。畑全部が生姜畑です。生姜を運ぶ車が降りてきました。生姜の収穫時期なのでしょう。どれくらいの傾斜で上がっているのでしょうか。見た目よりもきつく感じます。木漏れ日があって爽やかな感じです。小さな看板があって、残り1キロメートルとありました。見事な竹林です。
もう近いでしょう。途中いくつか見かけましたが、これは生姜の貯蔵庫です。集落が見えました。谷の内集落です。空がすぐそこに見えています。生姜収穫用のコンテナがあります。もう少し先まで行ってみましょう。民家が並んでいます。しかし活気は感じられません。こちらにも民家は見えますが、限界集落の雰囲気がします。結構広い集落のようです。着きました。今着いたところがここです。今回、こちらに集落があることに気がつかず、スルーすることになりました。この範囲を散策してみましたので、ご覧ください。それでは、見て回りましょう。まずは、麓に目をやると、出発地点の仁淀川が見えます。谷の内集落は標高400メートルほどで、仁淀川は標高100メートル足らず、標高にして300メートル以上。
上がってきました。ここは天空の集落です。谷の内集落は南に開けた東西に長い集落でした。山の稜線はすぐ上にあり、まさしく天空の集落と言えるでしょう。近くにあった建物は集会所でした。高い場所にある集落を天空の集落と言ったり、天界もしくは天坂の集落と言ったりしますが、高知県の山間部ではこうした集落は珍しいことではありません。この建物は何だろうと思ったのですが、どうやら屋根付きのゲートボール場のようでした。ここにはゲストハウス園という宿泊施設がありました。およそ80年の古民家をそのまま使っている宿泊施設で、素泊まりができるようです。客室も昔作りでエアコンもないようですが、こんなところで宿泊すると忘れられない思い出となるでしょう。こうした宿泊施設は限界集落にあっては希望の星のような存在で、思わず頑張ってと声援を送りたくなります。コンビニやスーパーへは車で30分はかかるという山奥で、宿泊費もカード払いはできないという不便な宿なれど、人情味あふれるもてなしは昨今得難い体験になるかもしれません。昭和から平成、そして令和の時代へと移り変わるにつれ、便利な世の中にはなるけれど、人情味のない世の中になっているのではないだろうか。昭和の匂いがプンプンする、こうした山間集落を歩いているとよく思う事柄です。民家があります。おお、どこから来たんぞと満面の笑みを浮かべておじいさんが出てくるかと思ったけど、誰も出てきませんでした。こうした民家に来て一番寂しさを感じる瞬間です。ここ谷の内集落にも廃屋が目立ちました。もしかしたら在住の民家より空き家の方が多いかもしれません。平成の中頃から森林セラピーという言葉をよく耳にするようになりました。森林の香り、音、風景などが医学的に心身に良い影響を与えるというものですが、こうした山間集落もまたセラピー効果満点と言えるのではないでしょうか。こうした風景の中に身を置くと心は穏やか、苛立つことなどありません。この風景は自然と人間とが共に作った風景で、たとえ外国人であっても何の抵抗もなく心癒されることでしょう。この家は人が住んでいるようです。生活感があります。こちらは裏側で畑もあります。やっぱり生活感があって
ほっと心が緩みます。この風景、どこかで見たような風景でも違います。水の音、音があるのに静かさを感じるのはなぜでしょうか。集落の東の方へ行ってみます。下の道は集落へ上がってきた車道です。花が咲いていたり、ブルーシートがかけてあったり、お墓もあります。すべて人が成したことです。すべて人の思いが成したのです。人の思いが今ここを通る私にも伝わっているのです。思いがあること、思いを感じること、人間の素晴らしいところです。こちらも素晴らしい集落です。生姜畑、青々として生き生きとして風に揺れます。近くに神社があるので神社に向かいます。思いがけず大きな神社でした。境内には銅像が立っていました。広田という人の銅像で、部落民を激励、郷土発展に寄与せらるること、甚大なるものあり、うんぬと書かれています。こんな銅像が立つ集落はいい集落に違いありませんね。さて、この神社は谷の内集落の氏神で、小森神社という神社のようです。神社は集落を象徴するような存在なので、神社の様子からも谷の内集落の現状が垣間見えてきます。さて、気の向くままに散策してみましょう。この民家は人が住んでいて、庭先には野菜を植えてあり、活気を感じます。隣の家はというと、どこか生活感が感じられません。旧家で由緒ありそうな雰囲気ですが、人は住んでいないのかもしれません。
石垣の上には白塀が続き、その先にあるこの建物は蔵でしょうか。庭先に入ります。これは人がいてもおかしくないし、住んでいなくてもおかしくない、そんな雰囲気です。人が住むための家はあるのに人はいない、限界集落の素顔です。下の方にも民家があって、耕した畑もあるので人の営みが感じ取れます。活気と静寂とがまだら模様に入り混じる谷の内集落です。上方には巨木があるので神社があるのでしょうか。こんな巨木が残っているのは神社以外にないと思うのですが、やはり神社が見えてきました。小さな神社ですが、神社名などは分かりませんでした。集落の氏神、小森神社と向かい合うようにしてありました。神社からさらに上に上がっていきます。大きな家が見えますが、遠くからも廃屋と分かります。人が住まなくなって3、40年くらいでしょうか。右側にも同じような廃屋が見えます。大手まりでしょうか。紅葉して風に揺れます。立派なお墓があります。人の住まいから天国人の住まいへと変わったようです。木造2階建て、大きな家です。住人は大家族だったのでしょうか。この集落のこの家に生まれ、この集落のこの家に愛着があったけれど、異次元の夢を見つけて住人は去っていきました。歳月は流れ、住人も老齢となったことでしょう。家もまた年老いてしまいました。しかし廃屋といえども、共に過ごした思い出をなくすまいと、雨風に耐えて頑張っているのです。こちらの家も同じ思いで頑張ったのでしょうが、もはや限界を超えようとしています。家とは住む人の喜怒哀楽をみんな包み込んで保存する、それが家としての本分です。この家はすでに人が捨て去った廃屋なれど、なおもその本分を果たそうとしているかのように感じました。じっと集落を見下ろしながら、やがては朽ち果てていくのでしょうか。谷の内集落に
秋風が吹き渡ります。総務省の調査によれば、日本の過疎集落は63,156集落あり、その人口は1,343,901人だそうです。過疎集落が消滅集落となれば、ほぼ東京都の人口が消滅することになります。ここは日本です。